Hi everyone. We're here with Yoshito Nishioka following his win today. If there are any questions in English, go ahead and raise your virtual hand, and you'll be called upon. Otherwise, we'll go to Japanese. Okay, Karen, you can go ahead. Karen, you're still on mute. Hi, this is Karen Helf. Nice to meet you. Um, great win today way to overcome it at the end um, talk a little bit about the breaker and how you were able to pull that off um well he had uh, so many chances to be me today so um you know uh five four service six five service so uh i thought it's maybe it's over <laughs> or something but um you know, we both had a chances but like he he had a chances to uh until before the tiebreaker. But when we started playing tiebreaker in this year I played tiebreaker so well. I think I lost only few, and I win in like almost everything. And um, so I have very confidence on tiebreaker. So uh you know, the beginning he missing a couple of easy shots and then you know I read starting the beginning of the tiebreaker then like okay now i have to play more aggressive you know then you know still my wrist not the best so uh my backhand no i feel not the perfect but i have to play very aggressive so um on tiebreaker 3-1 i went to the net you know play really bit aggressive and put on pressure then he missed the backhand. So then that time, okay, now I have to keep playing like this, you know, on tiebreaker. Then um 2-4, his second serve, I hit a return winner. You know, I really be scared to play that, but I was thinking I I have to go, you know. Just if I miss, that's okay. I just keep just trying to do. Then it was work. So uh, um on tiebreaker, I play more aggressive than him. That's uh, that's all very important, and then that's why I think I won tiebreaker today. Thank you. Okay, are there any other questions in English? I don't believe so. So we'll go to Japanese. Akatsuki, would you like to start? おお疲れ様ですお疲れれ様様でですす <laughs>、ま、今日の試合、今英語の話でもありましたけれども終盤、えー、常に相手にブレイクされていてただ、相手もなんかこうブレイクアップすると常にダブルフォルトがあったりしてちょっとこうナーバスになっているような感じもありましたけれどそのあたりというのは西岡さんとやっている中では感じていましたでしょうか。 まああのー、僕の方が序盤から結構リターンが良かったと思ってるので、えー、相手のファーストサービスに対してあまりそんなに苦しくならずに、結構しっかりとフォアでもリターンを、えー、深く打って、まあ3球目ちょっと今日僕がすごいミス多かったので、その点でちょっとあの、えー、ごちゃごちゃとなりましたけど、まああのー、試合をずっと通してみるとリターンはすごい良かったので、 もちろん相手に対しても、えー、それはプレッシャーだったと思いますし、まあ、やっぱり後半、えー、デルゴニス選手のセカンドサービスがなかなか伸びなくなってきているので、えー、まあ僕が中に入ったりとか、まあ、少し下がって、えー、リターンで、えー、ラリー戦に持ち込んでみたりとかっていう、まあ、あのすごいいろんな選択肢が増えたっていうものがあのもちろん相手にとってプレッシャーだったと思いますし、えー、もちろんここのコートはやっぱり球走が遅いですし、まあ、跳ねるということもあって、まあ 結構僕のセカンドサーブも叩かれるので、まあそれに伴って僕のサービスゲームも結構苦しい場面も多かったっていうのもあるんですけど、まああの、えー、終始なるべくまあ相手にプレッシャーをかけようっていう気持ちはどんどん持って、えー、リターンゲームはできてたので、まあその辺であの、身を結んだところもあるのかなっていうところもあります。 そこまでこう気持ちにプレッシャーは感じてなかった、まあ、もちろんサービングフォートマッチとかなったら、当然嫌でしょうけど、まあ、チャンスあるなっていう気持ちで入れていたっていう感じですかまあもう少しデルボニス選手がサーブのコース、もっと変えてきたら、正直僕、多分もう捨ててたので、あのー、捨てる部分があったので、うん、あのそっちに打たれてると、まあ、もう多分厳しかったと思いますけど、結構僕の読んでるところにずっと打ってきてくれたので、うん、まあそれが結構、ハマったかなと思います。 はい、あとあの多分沼尻君ですよね。あ,あ<ー><気>そうですそうです。はい。あえな彼、まあ、なんかコーチになったっていうのは聞いたんですけど今回帯同してもらってるんですかあそうですねえー、っともともとスケの方からあの、まあ、一回こういうレベル遠征回ってみたいから一緒に行ける時に。うん 行かせて欲しいっていうのを一回まあもともと連絡もあってで僕も別にコーチもいなかったしあじゃあ,まあ楽しそうだし一回回ろうよっていう話をずっとしててでたまたま彼もちょうどここならいけるこのまあえっとパリまで一緒に行くんですけどあパリまでの期間だったら一緒に行けるしまあ僕もあのちょうど兄もちょっと忙しい時期になったのでこの時期が行けないっていう話になったからまあじゃあ,あのちょうどよかったっていうのであのじゃあ一緒に行こうよ まあ彼の経験も含めて、まあ僕も一緒に、彼やっぱしっかりヒッティングできるんで、別にやっぱ上手いし、ポイントとかもまあやろうと思えば多分できるぐらいうまいんで、あのー、そこの、まあ僕へのプラスもやっぱ多々あるし、まあ同学年で気使わなくていいっていうところも結構あるので、あのー、まあお互いにとってメリットがある。彼もやっぱ今、あの、ちょっと試合見ていきたいって言って、今試合見てますけど、まああの、このレベルに帯同できるっていうのも、 まあ日本人のコーチだと多分本当いないので多分やっぱり錦織選手についてる人って日本人じゃないですし、まあ、僕も兄連れてたりとかして結構まれになってくるので、まあ、その中で彼はやっぱコーチとしての、まあ、僕もやっぱ同大学年としてあのコーチ、まあ、彼のコーチングは多分もっと良くなると思うし多分すごいあのいいコーチになると思ってるのであのまあすごいいい経験を積んでほしいし。 まあ僕としてもあの彼の見える部分っていうものも教えてほしいし、っていうので、まああのちょっと一緒に演奏していこうよっていう形で今来てますね。はい。Okay, Hiro Kazu, do you have any questions?Okay. あ, <coughs> あ、すみません。時事通信の樋口と申します。お願いします。あええー、また試合のことなんですけれど、 今日会場が特に第3セット、すごく盛り上がっていたと思うんですが、あの辺っというのは、西岡選手はずいぶん、なんていうのか、やりやすいというか、力になった部分というのは、あるんでしょうかやはり、このインダーウェルズは毎年、僕も結果がいいということで、まあ、あのファンの人がえ多かったりとかして、うんうん、えもちろん、すごいお世話してくれているあの夫婦の方とかもいらっしゃって、まあ、すごいあのホームなような気分でできて。 まあなかなかこういう感じっていうのはコロナにが始まってなくなってきてるものだった中で、うんうん、やっぱり、えーまあ、海外で、まあ、すごいホームのような感覚でテニスをすると、まあ、やっぱり改めて、まあ、やっぱりファンがいて、えー、応援があるっていうことはあのどちらかの選手にはとても力になるもちろんこれが僕がアウェーだったらまあ多分次のイズナー選手との試合はもうアウェーなんですけど。 そうなってくると逆に彼の方にプラスな要素が増えてくるっていうものは改めて感じたのでいかにこのファンだったりとか応援するっていうことがされるっていうことがいかに選手にとってパワーになって大事なのかっていうのを僕は改めて感じた部分でしたね、うん、なるほどあとあの右手首の状態というのはいかがなもんだったんでしょうか えっと、痛み自体はないんですが、やっぱりまだバックが、うん、その、本来得意な部分ですけど、まだ、うん、その、ちょっと怖い部分があって、振り抜けがちょっと悪かったりだとか、うん、あとはやっぱりこのバックのネットが多かった理由としても、その、なかなか右手を使えてないので、左手でメインで打ってる分、うん、ボールが飛ばないんですよね。だから今までだったらあれはもっと右手使ってボール飛ばせてるんですけど、 まあそこの展開っていうものが今ちょっとあの今現在できるところでのまあマックスが今あんな感じなのでまあそれをどう使うかっていうところが多分まあ次のイズナ選手の試合とかの重要になってくると思いますしまあ逆に僕としては今痛みがない状態でテニスができてるので僕はそれはすごい嬉しくてもともともうちょっと痛いかなって思ったんであの今日思った以上にバックも触れたし あの、うん、ちょっとずつそういう怖さとかはなくなっていくものだと思うので、あの一日一日少しずつあの良くしていきたいなと思ってます。わかりました。ありがとうございました。Thank you everybody. Thank you Yoshi. Thank you.